木村京太郎は、大正、昭和の社会運動家、奈良県南葛津良木郡小林村出身。1922年4月、水平社の支部である小林水平社を結成、翌月の奈良県水平社に参加する。同月、大正村の高等小学校における差別球団事件で逮捕され、水平社が関わる、ブラック解放運動での逮捕者、第1号となった。 この事件で、禁庫6ヶ月の刑を受けるが、運動内の注目を集め、翌1923年の全国水平社、青年運動結成の中心人物となった。さらに1924年には、全国水平社本部常任に抜擢され、帰還し、先民の編集を担当する。こうした中で、闘争の中心に立った木村は1925年の、 福岡連帯差別球団闘争で、懲役3年、1928年の3.15、事件では、懲役5年の判決を受ける。釈放後の1937年に、第日本青年党に加入して、ブラック解放運動と、国家社会主義との融合を主導していくことになる。1946年ブラック解放全国委員会の結成時に、 常任全国委員となるが、直後に、公職追放となる。だが、1948年に、ブラック問題研究所を創設して、常務理事に就任して、運動への影響力を維持し、公職追放解除後は、ブラック解放全国委員会の財政、機関士の責任者を務め、ブラック解放同盟の重鎮として活躍した。1953年の全国。 同和教育研究協議会1965年の警官ともの会1974年の国民融合を目指す部落問題全国会議の結成の旗振り役となった。ありがとうございます。